皆さんこんにちは、いちもりゅうです。キッチンしまこ別姓、部屋が散らかりいこ。本日ライブから帰ってまいりました。今ライブの音源をチェックしてまして、部屋が散らかりいこ、改め扉が閉まらないいこ。本日は2月の17日の日付変わって18時でございます。吉祥寺シルバーエレファントで無事ライブを終えまして、皆さん本当にありがとうございました。もちろんファンの方も、それから他のファンで知り合いになってくれて、配信見に来てくれて、今日もですねお醤油とかくれた方も、そうでない方も温かく視聴っていうんですかね、していただいて嬉しかったです。今日やった曲は焼き印という曲、それからマーブルムーン、そして空へとオレンジをやりましたね。マーブルムーンだけ私のシンセサイザーでちょっとやらせていただいて、オレンジはいつもはオケなんですけど、今日はちょっと趣向を変えて88件のピアノの弾き語りでやりました。感想は どうだったでしょうか。まあね、まだまだいろいろ挑戦、改変したりいろいろしていこうと思うんですけど、今日はまあ今までのライブの中では割と良かった方なんじゃないかなって思いました、自分では。でね、お腹が減ってるので、たこ焼き、私の好きなカズチアっていうところがあって、近くにね、カズチアなのかワチアなのか、ちょっと平和の和にチで屋台の屋で、カズチアって私勝手に読んでるんですけど、お行儀が悪い、お料理がバチチ。それでそこのたこ焼き屋さんがね、たこ焼きと今川焼きと、あと焼きそばとか売ってるんですけど、やっぱり今川焼きのね、チーズ味が一番好きで。でも今日はね、今川焼きにもう終わっちゃってるっていうので、もう、買ったのが11時55分くらいだったんで、閉店間際にね、行って、で、たこ焼きならありますということで、いつもは、これソースが選べるんですよ。甘辛ソースとか、辛口ソースとか、あとはね、私はいつも頼むのは玉、ガーリック醤油、ガーリックソース。で、もう一つは、これはライブの時のね、音源ですね。今チェック中です。んでね、あとはね、バター醤油味っていうのもあるんですね。バター醤油ソース。そういうのとかもあったりするんです。皆さん、ひばり、まあ、駅名言わない方がいいのもね、これね。町屋で、調べて。何がいいかってね、このたこ焼きのね、あっさりしてるんですよね。銀だことかのたこ焼きはちょっとね、こってりしてるんですよ。脂っこいんですけど、なんか大人になって、やっぱこういう優しい味っていうんですか、明石焼きに近いようなたこ焼きなんですよね。皆さん、明石焼きってご存知ですか？明石焼きはね、ちょっとあっさりしてるんですよ。生地がたこ焼きとちょっと違うんですよね。それに近いふんわりした柔らかい味でね、美味しいんですよ。こう、胃もたれしない。東京のたこ焼きはね、銀だこ屋さんとかはじめ、胃もたれするのが多いんですけど、関西のたこ焼きは生地がちょっと違うんですよね。焼き方も多分違う、油揚げが違うのかな。もっと優しい味なんですけど、それに近いたこ焼きですね。なかなかいいんじゃないかな。この曲はなかなか音域が広くてオリジナルなんですけど、自分で歌えないな、歌えないなって思ってた曲なんですね。
夜勤という曲ですね。なんか自分の曲を読み込んでるのに、なんか全然関係ないエルヴィス・ブックウィスキーのザ・ラッピング・レイパーズ・リノレーム・ソサイティという名前で読み込まれてるんですけど、私の曲なんですけどね。ライブの音源がなんか知らないロックのジャンルの知らないアルバムで登録されちゃってるよ。これ怖いね、iTunes みたいな。まあまだまだほんとね、また上手い人がいたら歌ってほしい曲ではありますけど、今あの3月4日にすごくね、歌が上手なね、ギターのね、ソロアーティストさんと、コラボできることもあって、まあ本当はお名前出したいんですけど、お名前は、ね、出さないという方向で、なったので、すごい、とにかく、すごくね、歌声が綺麗な、男性ソロアーティスト、ギターのソロアーティストさんと組むことになったので、まあ仮にですよ。3月4日やってみようということで、南阿佐ヶ谷でこの曲を歌ってもらうんです。この曲をね、今女性の声で私で歌ってますけど、また私と全然違う声でこの曲を、男性の落ち着いた柔らかい裏声とビブラートの、ちょうどいい声で歌ってもらえるっていうので、私もちょっと張り切って3月4日に向けて、水曜日の夕方なんですけども、夕方から夜にかけて、南阿佐ヶ谷のオンザルーフプラスっていうカフェでね、やらせてもらうんで、20分間ですけど、そのうちの一曲はこの曲を、夜勤という曲をね、やってもらうので、皆さんぜひ来てみてくださいっていうの、たこ焼きを食べながら何を宣伝しそうもんって感じですけど、ね、私よりもずっと歌が上手い人で、ぜひ、来てもらいたいです。次はどんな感じ。あとはね、まあ、なんか普段はこうやってライブの音源をすぐに帰ってすぐにチェックするということもなくですね、もう帰ったらのへーっとこうなんか YouTube 見ながらガーってこう爆食して爆睡するっていうあれなんですけど、最近やっぱりね、それじゃダメだと思って、それで今聞いてるんですね。ちょっと音が小さいな、これ。これは、マーブルムーンという曲で、シンセでやってる曲ですね。いいんじゃないですか？もうお腹減りすぎててね、思考回路がまともに働いてないですからね、何でもいいんじゃないですかって思っちゃう。Oh,
まあなんかこういう曲調、私の曲の中ではちょっと珍しいので、イメージで言うとポカホンタスの、ディズニーのポカホンタスのアラン・メンケン、まあいろんなポカホンタス以外でもいろいろ曲作ってますけど、アラジンとかそういう感じの、背景音楽っていうんですか、アニメの映画の背景音楽、挿入歌、そういうものに近い世界観ではあると思いますね。そういうものにできればいいなって思ってます。自分の曲で乗りながらたこ焼き食べられるっていうのも幸せな性分ですよね。まあいいんです。普段はガーリックソーサージで頼むんですけど、今日はオーソドックスな普通のやつでくださいって言って、多分甘口ソースなのかな。めちゃくちゃ美味しいです。やっぱいいですよね、たこ焼きってね。これ大きいんですよ、カズチアのたこ焼きはね。サイズが大きい、柔らかくてあっさりしてる。最高で、チーズトッピングできるんで、チーズトッピングしてるんですよ。恋愛なんかしないで光合成だけで期待、恋も愛もしないで光合成だけでベッドサイド、ふん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 、どん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 な、ふん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 。